ロホヤはフィンランド、ウーシマー県西部に位置する自治体。ヘルシンキ軍に属し、ヘルシンキの西方約5 0トルに位置する。ウーシマー県最大のロホヤ湖の湖畔にある。1997年に、ロホヤンクンタ、2009年に、サンマッティ、2013年にはカリアロホヤとヌミープスラとそれぞれ合併した。ロホヤは14世紀初頭から、 ウルシマー地方西部の人口及び経済の中心地であり、中世には貿易の中心地として有名であった。この地の住民はフィンランドの鉱山、建設材料産業のパイオニアである。また、伝統的に園芸農業が盛んである。町の中心部には中世以来ーラウリ協会がランドマークとなっている。2005年に町の中心部に 近代的な新しい図書館が建設された。ロホヤでは毎年100以上もの様々なイベントが住民や各団体などにより開かれている。特に有名なものは商工会によるアップルカーニバル、小売業者によるハーラムヘカーニバルや中世にまで遡るオールドクリスマスマーケットなどである。テュッテュリの石灰石膏山の地下100メートルに博物館があり、 古い鉱石運搬ワゴンか近代的なエレベーターのいずれかで昇降できる。ありがとうございます。